第69回 KF02M 紅白戦スタートします。はい、はい、拍手お願いします。はい、ありがとうございます。それではスタートボタンを押して始めてください。はい、それでは、今日は初期ととりあえずかなさんに、はい、まあかなこと今回はあの BK の弟分に出てますんで、BK さんこれ見たらあのツイッターなんか書いてください。はい、それではですね、本日は結構多いですね、もう30人近い人が現在エントリーしております。めちゃめちゃ多いっすよ、はい、で 1P が初参加の方ですね、ISBN さんかな。あ、 1P の方また変わったメンバーで、はい、で 2P がラブリー君、ラブリーアット合コン戦隊、いや本当は合コンジャーなんですけどね。合コンジャー、あのダイパン様と組んで、はい、あの合コンやろうってマヒルさんにすごい突き放って、あ、はいはい、前なんか盛り上がってましたけど、はい、では先方戦はウラシル対、はい、なんかいきなりウラシルがちょっと苦しい位置に、あ、そうですね、やっぱり先方は特にゲージないうちはきついですね、やっぱり厳しいですね、こうなると厳しい。あと失礼します、ちょっと早かったですね。あ、あと合コン、合コン、なんか裏シェルの方もね、2ゲージほど試してたんで K ダッシュで何度か封殺できて同キャラに持ち込めればいいんですけど、ちょっとくぐられたら辛いか。あ、ちょっと出てしまった、ヒートドライブドスポイで確実にダメージを取っていくラブリー君、だがちょっと漏れてしまった、なんか音がまだ安い方か。まあ、しゃがみマイビーはまあ一確認はまあ難しいですからね、できないですからね。で、バイツをあの失礼しますで取られた瞬間、手出しがすごい心が折れると思うんですよね。確かに。おお、なんかすごい。ジャパン。セカンドスパイ決める。ちょっとひなこ側は運が悪かった感じですね、今のは。まさにその通りです。あ、なんかと、職さん、これ。あ、それはとりあえず。ですかね、はい、この試合終わったら言いましょう。ちょっと待てからす。同キャラだけど、3ゲージあるんで、これを。有効的に使いたいところですが、体力がちょっと厳しかったっすね。まあ、そうですね。グラブリー君がちょっとノリノリのまま、 ISBM さんのひなこがこれ大将、大将ひなこってことはキャラは結構似てたんですね、そうっすね、ラブリー君と。裏シェルとネームレスの違いですかね、はい、ちょっとこれこういう状況になると K ダッシュが結構何やってもいいような、まあそうですね、状況になっちゃいますよね。まあ暴れ回ってゲージを倒す、あわよくは倒して倒、まあ、ゲージ悪くてもゲージ吐かして体力奪っていくみたいなところですよね。でできなくてもあのネームレスで料理をするみたいな、はい、あ、さあちょっとミスが痛いか今のは、ね、おっとしっかりと場所ひねりまで、はい、死にはしないが、おっと、ジャックバイツミスったか、ワンインチが漏れてしまい、ジャックバイツか前転、そこを前転、ジャックバイツ、ジャックバイツ、緊張するとこうなりますからね。はい、これでちょっと ISBN さんはちょっと美味しい展開かな。ついてる、はい、ひなこも3ゲージ使えばもうかなり致命傷になりますからね、あれ、はい、お、これはうまい、しゃがんでいる、ちょっとドスコイですか、合掌ひねりがドスコイに化けちゃったか。九死に一生得たと思うラブリー君だが、ネームレスも即死か殺せる圏内、ちょっと押せ押せでジャンプで引っかかってほしいと。そうですね、これはなんとも、あーこー、あーさ、やはりやはりやはりバーサスの7死、しかし体力リードしたまま最後は、はい、削り切った感じかな。ラブリー君が一勝して、ラブリー君も本当ここ来た時まだやりたてだったんですけど、全部やってますからね、本当に成長してるっていうか、はい、そうですね、はい、それでは続いて 1P 誰がでいきましょう。はい、それでは、のすけさんでいいんでしたよね。はい、それではスタートボタンを押して始めてください。はい、どうぞ。さあ 1P は今ちょっと敗れてしまった ISBN さんと一緒に来てくれたプレイヤーで、のすけさんですね、初参加になりますね。
のはずです。自分本当に最近出てなかったんで、あの初参加なのか来てらっしゃったかとか全然わかんないんですよね。キャラがベニマル、アテナ、ウラダクマ、なんかちょっと YD さんチックな感じの。さあベニマルヒナコ、さあこれは本当にヒナコが辛いが、寄り切りとかが入って画面走ってしまうとゲージ使わない限りは固められてしまう。あ、そうですね、ベニマルは抜けれないですね。あのジャストでちゃんと重ねるとダメなんですよね、あれ。さあ欲望のドスコイ、おーティマナ上手かったが、ちょっと走りすぎちゃった。ジャンプ強キック吹っ飛ばし空中投げ、さあベニマルがもう通常技のダイバーゲン、確かにあれはちょっとまあ苦しいですね。ああなると本当にもう自分的にはもう最速ジャンプ D か寄り切りに頼るしかないっす、はい、でいい感じに中堅K ダッシュを引きずり出してきた。そう、裏タクも K ダッシュってどうなんだろう、なんか K ダッシュが有利っぽい、だからここで片付けたい。そうですね、そんな感じしますね。まだベニマの方がねいけると思うんで、まあゲージ差がだいぶあるのでここはまあ落ち着いていってほしいところですが、シルに当たって、おーっとマイリーをしゃがみで狩る、だから当たれば正義。おうまい、今の飛び込みはうまい。さあーっとラブリー君が釣られてしまう、早まって合コン、ストライカーが出ないさっきまで、はい、2000やってましたからね、はい、ラブリー君は。もう12年前にタイムスリップしてくださいストライカーが出ないと嘆いてますが、ここでラビさんに立てされ対象ネイメスがまずはベニマルを仕留める。何とか倒して、さあネイメスというキャラ12年前にはいなかったが十分やってくれるキャラですから、はい、逃げるでしょう。これもまあ近づけばタクマかなりきついんですが、意外に遠距離戦がネイメスめんどくさくて、あの球が、あ、やっぱ球っすよねこれ。まあしかし、いい当たり方をしたが、うまい。おっとラブリーか、やはりわざと7試水曜日よく見る光景投げて、おっと決まってしまったが、ちょっと立ちくらいしていたようにも見えたが、もうこうなるとタクマ側ゲージがないから光景ラッシュ、そしておっと抜けていく、なんとか稼いでいきたいが、絶縁は打っていない、非常なるタクマ冷たい。そうです、ジャンプに化けてし当たってしまいます、はい、勝ったのはノースケさん。まあそうですよね、あの球ほんと避けづらいですよね、ネイメスのジャンプ軌道が間違いないっすね。そして続いて出るのは高一さんですね。高一アットエリーブ、エリーブを強調しろ、高一アットエリーブ、エリーブを強調しろ、はい、それでは始めてください。てかちょ、まあ、この方は、まあ、出るの早くないっすか確かにちょくちょく名前を変えて出てる人なんですが、あ、そうだ、あとちょっとあ、まあ、お知らせしたいことがこちら、まあ、試合中であれなんですが、なんとですね1月の14日土曜っすね、のまあ午前中ですね、昼前ぐらいになんと沖縄からのプレイヤーが来たようでいらっしゃって、あのバーサスにまあ手書きであの手紙を残していったんですけど、はい、しかし土曜日はちょっと KOF ははい、まあ、ちょっといなかったんで、まあ、ちょっと紹介したいと思うんですが、まあ、バーサスさんへと書いてあります、まあ、1月14日 AM11 時30分頃、バーサスに、はるばる沖縄から来ました、ご苦労様です、毎週 KOF2002UM 動画楽しみにしています、ありがたい限りです、残念なことにゲーセン内に1人しかお客さんがいなくて対戦はできませんでしたが、バーサスの空気を感じれて本当に良かったです。ちょっと運が悪かったですね、はい、2クレー分プレイしました。キャップさん、塾長さん、初期さん、M ダッシュさん、オズさん、トゥーシンさん、デルンシン候補さん、かっこ笑い、モアさんにぜひお会いしたかったです。自分にも会いたくないんだまた機会があれば来たいと思います、次の紅白戦でこのメッセージを、まあ、流してくれると
とてもありがたいということで、まあ、今、まあ、音読させてもらいましたと、はい、最後に VS 最高と、そして、沖縄県代表ニトロ、ニトロ会って書いてありますね、お名前、うん、ニトロさんが、初期さんが何の沖縄県代表なのかわからないんですがですね、ちょっと謎が残るんですが、あ、そう、沖縄からね来てくれたっていうのは ありがたいことです本当に。まあちょっと日が合わなくて、それ多分これで、ね、あの手紙を読む初期っていうタグができると思います、ね。はい、ということで、まあ お便りのコーナーということでした。お便りのコーナーで、はい、まあね、まあ、また機会があれば、足を運んでいただけるとありがたいです。あの皆様も初期さんにお便り読んでいただきたい方、バーサスまでお越しください。はい、はい、ここでこうテロップかなんかでこう郵便番号とか書いてくれればすごいありがたいんですけどね。さあ、まあ、というわけでね、はい、試合の方を無視して申し訳ないんですが、試合の方を見ると 2P の光一さん、光一さんが2打でしている。やっぱちょっと出るの早いんじゃないですかね。まあ、ちょっと、まあ、強いですからね普通に。そうですね、初参加の之助さんにはちょっと厳しい相手が身が重い。さあ、しかし大将アテナっていうのもちょっと逆転しづらい。今の対空はうまい、確かによく見ていたが、ゲージがちょっと足りないか。ここはなんとかシェベニマル倒しておきたいところですが、この組み合わせ確か無印でもベニマルの方が結構有利だったんじゃないですか。なんか落ち着いて戦いますよね、ベニマルって結構。さあ、ここは弱サイドソードを非常にガードして、エリーブさん、はい、高一アットエリーブの勝利。さあ、これで、でお次はさあ、続いて 1P 誰がいきましょう。Kさんですよね。はい、ですよね。はい、わかりました。それでは、スタートボタンを押して始めてください。はい、どうぞ。はい、 1PK さんですね。 K さんは、まあ、何回か出てくださってるはずですが、そうですね、自分もたまにお見かけしますね。おっと、これはキャラクターがバネッサ・セス・アンヘル。なんともレシオにしたらレシオ余るんじゃないかぐらいの構成ですが、まあ、レシオ大会だったらこれレシオ足りないから俺2回やらせてくれよってジクソすればできんじゃないですかね。最新のキャプターのレシオでは、まあ、バネッサが2で、セスがいくつだっけ、5 か、結構高めか。アンヘルもちょっと忘れたけど、まあ、14には届かないですね。ですね。さあ、私の不倫相手が、はい、はい、確かにこれ K ダッシュはどうなんですかっていうまでもなんかきついと思うんですけど、強愛に対しては、はい、スラで全部攻めてるんですけど、はいはい、弱範囲はやっぱりダメだった。まあ下にちょっと、あと無印の頃だったら飛び込みもほとんどスラで落とせたんで、あとヘリオン使えば対空はいいんですけど、やっぱり、まあ、K ダッシュなんで、まあそうですよね、弱範囲とかすごいばらまくだけで結構。さあ、と言ってる間にリーゼさんの体力は減っていない。出てきたのが空飛ぶエージェントが、これこの組み合わせ結構苦手なんですよね、 K ダッシュやってて。なんかセス側の空中に付き合っちゃうと、はい、なんか釣られてダメって感じっすよね。アインがちょっと振りづらいかなって感じがして、あー確かにな、やっぱこの早出しで落とすのが手っ取り早いんですかね。ああ、まあなんかやられる前に乗っかっちゃった方がいい気がしますね。確かに、そうっすよね。そしてガクラッチも溜めていく、確かに。なんとか釣って1回はコンボ決めればセスの破壊力はあるが、今のはうまい。さあ、出てきたのは A 級をなくした改造人間、はい、アンヘルは本当にいなくなりましたね。ですね。なんかまあいなくなっても何も、まあ今もうすでに無印と比べてる時点でちょっと遅い気がするけど、いまだにけど言われますよね、無印に比べてとか。ああ、確かに、まあいなくなったけど、まあちょこちょこいる。前にいらした栃木の種馬さんって、ああはいはいはい、はい、あの人がかなり、まあ、無印からやってて、これでもアイヘルはかなりうまい動かし方してるんですよ。まあ、キャプテンのね、あのレシオの評価もそんなに低くなかったからね、アイヘルは、はいはい、と言っていましたが、トップファイターにはかなわなかった。さあ、止まらない。勝ったのはコイチャとエリーブ。あ、デジョーさんがいる。
まあ、こいつさんのニヤニヤが止まらない。はい、あ、なるほど。はい、それでは次は柑橘さんでいいのかな、名前は。あ、大丈夫ですね。はい、それではスタートボタンを押してください。さあ、 1P 柑橘さん、柑橘さん、かなり前にですね、はい、すいません、ワンピー柑橘さんがですね、結構前に、はいはい、来てくれた方なんですけど、関西から来てくれた方で、自分最初会った時名前をど忘れして本当申し訳ない状況になってしまったんですが、おっと、画面を見てなかったらイオリがちょっと致命傷を負っている。ケイダッシュが5割ほど減らされて、ここでちょっとイオリが一発当てておきたい。芸術化してジャコニアキシャガビーを勝って、おっと闇払いをいつもアインに引っかかる、2度引っかかってしまった。さあ、ここでケイダッシュがなんとか先手を取って、どうキャラ戦。さあ、このゲームやっぱり初手の K ダッシュでね、1人目を倒して体力半分ぐらいあるとかなりゆとりができるっていうか、あ、まあそうですね、安心するんですよね、はい、IQF 本当先方戦大事ですもんね。もう特にあの M ダッシュとかにこういう状況になると本当勝てなくても50円返せ、本当にこの時点でもう次のクレジット入れたくなりますよね。そしてまあ、どのキャラにもかなり安定していけると思われる中堅系ダッシュだが、初手の系ダッシュのノリプレイかノリノリな方にはかなわない。この状況は本当にきついですね。これは一気に行かれる可能性もある。ネームレスの1ゲージ、ゲージを貯めながら倒したいが、相手は系ダッシュ。これだとやっぱりあのプレッシャーもゲージのためないんでね、ですよね、ガンガン来られちゃいますよね。もう昇龍は当たってもいいんだと、俺はガーキャン出せるけどお前は出せない状況だと、山ばかりのゲーラッシュ。ちょっと今ジャパンが出てしまったが、もうたとえどんな妹ってもまだ2人控えてますからね。そうなんです、あと20割対今1割 0.5 割ですからね。これ相当きつい。さあ、完結を出すが冷たくガーキャン、さすがにガーキャン前転。勝ったのはコウイチャとエリーブ。